Hey everybody, this is Naruto Uzumaki here with another episode of True Attack Mountain, Attack on Titan. Let's go. いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。Excuse my name, everyone. くぐり抜けるには、どうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた二体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕にも傷やへこみで分かった。あの二体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも一ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。クモ、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはこ
I don't think so. される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の人類の敗北だ。駆逐してやる。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。やってやる。こっちよ。兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。作戦はどうなった？Sorry about that. エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。
にか。せやれ、髪型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。躊躇してるんじゃないか、分かっているんだよ。メガタの巨人は兄だってことだ。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょ、世界は残酷なんだから。Take that. Whew.
ることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。I'm all fired up now. いかせるか。
Thank God. Long live the queen. You won't get away. This time I rip you into pieces. She's actually crying. Up there. Well, everyone, that was the original story fighting the female Titan in the anime on Attack on Titan. So I hope you all really enjoyed the whole walkthrough. So make sure to hit that like button with a Wind Star Rasane Shuriken, and I will see you all next time. Maybe I'll make some One Piece Burning Blood videos I have to upload. So I'll probably start with that. And thank you all for the 84 subscribers to my YouTube channel as well. I'm planning to get to 100. Well, I will see you all later.
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類は自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だ。